皆さんこんにちは。今回は間違い探しの写真編です。左右に並んだ写真に3箇所違うところがありますので、どこが違うのかを80秒以内に探してください。それでは早速始めましょう。1問目です。玄関の写真です。違うところを3箇所探してください。終了です。答え合わせです。1つ目は白いサンダルが変わっていました。2つ目は鏡に映ったスリッパが消えていました。そして3つ目は扉の取っ手の位置が変わっていました。2問目です。金太郎飴の写真です。違うところを3箇所探してください。終了です。答え合わせです。まず1つ目は顔の向きが反対でした。2つ目はスイカのラインが一部消えていましたね。そして3つ目はこの飴の中央の紫色が消えていましたよ。切っても切っても同じ絵柄の飴を金太郎飴と呼ばれていますが、正式には組飴と言いますよ。3問目です。高層マンションの写真です。違うところを3箇所探してください。
終了です。答え合わせをしましょう。一つ目は、テーブルの上の車の模型がなくなっていました。二つ目は、額の中のフクロウが消えていましたね。そして三つ目は、外の木が減っていましたよ。気づきましたか？写真の間違い探しは難易度が上がりますね。4問目です。ケーキセットの写真です。違うところを3箇所探してください。終了です。答え合わせです。まず一つ目は、レースの柄が変わっていました。二つ目は、お皿の柄が消えていましたね。そして三つ目は、ケーキの上のマーマレードソースが増えていました。それでは最後の問題です。バーガーの写真です。違うところを3箇所探してください。終了です。答え合わせです。まず一つ目は、コップの取っ手がなくなっていました。二つ目は、貝割れ大根が減っていました。三つ目は、観葉植物の葉っぱが小さくなっていましたよ。気づきましたか？それでは最後におまけ問題です。3箇所の間違いを30秒で探してください。それではスタートです。終了です。見つけることができた方はぜひコメント欄にてお待ちしています。この問題は以前配信した動画です。
概要欄に記載している URL から答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは脳トレを無料プリントとして配布しています。ホームページをチェックしてくださいね。コメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。